はい、ハローで始まりました。森崎さんチャンネルです。さあ、今回のものですが、受験生の9割近くが英検を利用と、外部試験、利用大学は増加の見込みというニュースなんですが、英検の一人勝ちってことですよね。圧倒的でしたね。2022年大学入試一般選抜において受験生の 88.4% が英検を利用し、英語外部検定の中で最も最多であることが、オブ社が2022年7月14日に公表した調査結果から明らかになったと。2025年には大幅な変更が予定されている大学入試では、外部試験を利用する大学は増加の見込みと。推移を見ると、まあ、2017年110校だったのが、次に152、187、199、2021年で234校、2022年で243校になっているということですね。オーブン社の調査は、一般選抜で外部試験、外検って略すのがすごいな、を利用した国公立142大学の12万1542人の回答を集計したもの。調査期間は2022年3月から5月。実際に受験生が使った外検は何かと尋ねたところ、受験生の9割近くが英検と回答。ってことは、もう10万人だよね。英検に集中する要因として、検定量の安さ、実施回数と試験会場の多さ、利用できる大学の多さが考えられるという。まあそうでしょうね。外部試験利用者を100とした場合、英検が 88.4、TEEP が 8.0、GTEC が 2.5%、TEEP と GTEC 比べても TEEP の方が圧倒的に上なんだね。TEEP なんてだって本当に関東の人ぐらいしか知らない試験なのに、それでも全国的に知られている GTEC より上なんですね。いかに GTEC が入試に使われてないかっていうのがよくわかりますね。で、GTEC 受けられるところはさ、一般受験ができないからね、いわゆる学校でやってないと無理なんでね。GTEC CBT だったら一般やってますけど、全然普及してないですよね。で、IELTS 0.7%、TOEFL 0.2%。これも面白いよね。TOEFLよりも IELTS の方があるんだね。へーって思って。まあもちろん割合としては 0.7 とかですから全然話にならないぐらい少ないんですけど、それでもTOEFLの方が多いかなと思いきや、IELTSの方が多いんですね。やっぱ対面の方がいいんですかね。ケンブリッジ 0.1%、ケンブリッジ英検ね、これね、チャンスだって言ってね、日本で広がっていくんじゃないかって言ってたけど、結局ダメでしたね。まあ河合塾が提携したりとか、自分自身がまあセルタですね、をやった時はね、これから広がっていくんじゃないかって先生が言ってたけど、全然ダメでしたね。トイック 0.1%、はい。トイックダメですね。まあ2技能しかないしね。まあ4技能型にしたら試験日違うし面倒だしね。上位3検定がいわゆる国産の外検だ。英検、TEEP、GTEC ね。そうですね。確かに。IELTS とケンブリッジはケンブリッジが作ってるし、TOEFL とトイックは ETS が作ってますもんね。2位の TEEP は上智大の影響が大きいと思われる。そうでしょ。圧倒的に上智でしょ。上智大は全学部統一入試として、TEEP スコア利用方式を行っていて、TEEP CBT を含むが必須。この方式の志願者だけで5000人を超えることから数値に大きく影響したものだと考えられる。3位の GTEC は CBT が利用できる大学が多いが、高校生が受けているのは GTEC 検定版が中心と推測される。まあ学校でしか受けられないやつですよね。検定版は利用できる大学が若干限られる。学校内で行われているものなんで、そこを公平性だったりとかがね、担保されないっていうのがありますよね。以降は海外団体の外見が続くが、割合としてかなり少なく、検定量の高さがネックになったと思われる。そうですね。IELTS とFLだったら2万5千円より超えますからね。ケンブリッジもまあ9によりますけど高いし。トイックは安いけど2技能だけだった場合ですね。4技能と合わせれば2万円近くになりますね。まあそうするとやっぱ国産の試験の方が圧倒的に安い。トイックは2つ合わせても IELTS やTOEFLには及ばないけど、それでも高い。一般選抜で外見を利用した大学数は2017は110校だったが年々増加傾向にあり、2020年は243校が利用、2022年大学入試一発選抜で各外県が利用かとなっている入試の割合は英検 97% と最も多く、次いで GTEC CBT 94%。 CBT であれば GTEC は使えるところが多いんだね。TEEP 88%、IELTS 82%、GTEC 検定版が 80%、学校でやるやつね。TOEFL 80%、ケンブリッジ 70%、TEEP CBT 69%。TEEP CBT は少ないんだね。試験的にはやりやすい試験だけどな、これ。面接、でもそっか、面接オンラインでやるんだよね。結構なんか時間かかったのは覚えてる。TOEIC 68%、各大学で幅広い外見を入試で利用可能としているようだ。TOEIC は68% か。受験生が実際に利用した外見は2021年に引き続き、今年も英検一強となったと。
2025年に新課程となる大学入試では外見を利用する大学が増加し、高校生の外見受験はさらに拡大するものと予想されると。なるほど。はい。どうですか皆さんはどう思いますか。実際やっぱり英検受けてますかね、受験生の方は。まあ昨日も英検の授業をやってきたし、明日もやってくるんですけどね。やはり英検一強という感じになりましたね。まあ本当にね、共通テストの代わりにね、四元を試験になってたらどうなってたんでしょうね。まあこれだけね、英検重要になってくると対策が進んで、レベル上がってきて、試験も難しくなるだろうっていうのが見えてきますけどね、未来としてはね。まあ実際日東駒線でも英検準一級受かって、で出してる人いっぱいいるからね、レベル上がってきてますよ受験生の。はい、ということでした。皆さんはどう思われますか。ぜひコメント欄でお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.